推しの子のお話、斉藤美和子役の凛さんがゲストで登場されます。いやーえもーはい、皆さんこんばんは、ミヤエモンこと斉藤美和子役のリンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあミヤエモン、ミヤエモン、ミヤエモン、コメントがすごいのよ。ミヤエモンが、ミヤエモン、ミヤエモンだ。素晴らしい動画、すごいすごい勢いで流れてきた。ありがとう皆さん、仕事ちょうだい。早くアイドルにしてよ。そんな簡単に言わないでください。好きで、私みやこさんがもうリンさんがねゲストでいらっしゃるって、うん、こう聞いた時から私はもうみやこさんが大好きだってこの場で絶対に言おうって決めてて。ラジオネーム水野でいいのかな、水野あまねさんです。ありがとうございます。大塚さん、井駒さん、ゲストのリンさん、こんばんは。こんばんは。私は推しの子の中で一番好きなキャラクターはみやこ社長です。一緒じゃん。ありがとう。最初はアクアとルビーのことを週刊誌に売ろうとしていましたが、今や実の子のように2人を育てて、なおかついちごプロの経営も切り盛りして素晴らしいです、うん、そんな苦労人宮子社長は推しの子の裏ヒロインだと私は思っています。おー嬉しい。ということです。まあそうなんですよね、宮子氏、宮子さんもうね、あんないい人おらんですよね。えすごい。私は無理だもの。いや、うん、で想像したら無理だもの。そうね、うん、最初からなんかそういうの織り込み済みってわけじゃなかったですからね。そうそう、もうそうするしかないっていうなんかこう流れの中で、そのまあね、うちの子になりませんかっていうのも相当勇気のいる言葉だし、そこでちゃんと何引き取ってちゃんと育てあげてる。まあこの二人はだいぶ賢いから勝手に育つかもしれないけれども、そうでもなんかすごいよね本当に。でも宮子さんがいなかったらもうルビーもどうなってたかっていうのもね、わかんないですからね。もしかしたらあそこで宮子さんいなくなってたら、もう人と関わることなくなっちゃったかもしれないですし、宮子さんがいたからこう双子がちゃんと育っているというのはありますからね。ラジオネームオムソバテルマさんです。はい、ありがとうございます、はい、僕が母性を感じる瞬間は褒められた時です。えらいね、頑張ったねって優しい声で言われると思わずおぎゃりたくなります。あ、おぎゃる、うん、ってことなんか。でも現実では職場のおじさんしか言ってくれません。辛いです。助けて、みやこママ。毎日偉いぞ。あ、よく頑張ってるぞ。やった。ここがオギャバブランドか。オギャ